え皆さんこんにちは私日立製作所 OSS ソリューションセンターの中村と申します本日は適用例からひも解く API 管理の課題と解決策と題しまして講演をさせていただきますと初めに簡単に自己紹介をさせていただきます改めまして私日立の OSS ソリューションセンターの中村と申します入社以来最初は SELinux というですね えー、結構皆さんご存知だと思うんですけどあのサーバー構築時に最初に無効にしてしまう,う,う SeeLinux ですがこちらのです、ね、コミュニティ活動やビジネス開発というところでパッチの開発でありますとかツールをです、ね、作って OSS で公開したりでありますとか情報化で向け s リ l i n u x の開発などいろいろとやっておりましたまた執筆講演でありますとかコミュニティ活動もやっておりました。 現在ではその OSS セキュリティの知見を生かしまして API セキュリティに関連した OSS 本日もですね取り上げますキーク力や3ス,スケールのソリューション開発をしております技術開発からですね提案支援構築支援など幅広く活動しておりますしまた OSS のコミュニティ活動としましても OSS セキュリティ技術の会を立ち上げまして SELINUX やキークロックを含むセキュリティ関連の OSS の普及活動を行っておりますと本日はですね、えっと、前半に製品の紹介をいたしまして後半にですね事例の紹介をさせていただきますでは早速ですね本日関係します製品の紹介をさせていただきますと背景といたしまして API, ががとと API とはですねいわゆる REST API でして自社のサービスをですね他のアプリケーションでありますとか外部のサービスから呼び出すためのインターフェースですこちらですねいわゆる DX の要といたしまして API の公開がですね各分野で広がっております例えば金融分野ではですね 銀行法の改正によるオープン API の活用というところで API の公開と活用が加速しておりますまた公共分野でも政府や自治体の業務を民間企業や我々国民からですね利用しやすくするために API の活用が推進されておりますまた産業や流通分野でもデジタルサービスにおける 外部組織モバイルアプリのインターフェースとして API 公開というのが規定路線化が進んでおります、まあ、さらにはですね業種間をまたがって新たなサービスを生み出す動きというのも API 公開と相まって加速しております、えっと、本日ですねこちらの API 管理に関係しまして取り扱う技術が API 管理という技術になりますこちらですね API を公開するために API を開発公開運用それらの API のライフサイクルを管理するための共通機能を担うようなものを API 管理といいます。API 管理を構成する機能をこちらに示しております。負荷分散やアクセス制御を行う API ゲートウェイまた認証認可 OS2.0 という規格に対応して安全に公開する機能。 また管理者ポータルこちらでですね画面で管理したりでありますとか利用状況の分析課金連携などを行いますまた開発者ポータルこちらはですね API を利用するアプリケーションがですねアプリケーションを開発するために必要な仕様の公開や、まあ、API のテストそういったものを支援するような機能ですまたプロトコル変換こちらレガシーなプロトコルをですね REST API に変換したり API をマッシュアップするそういったような機能です。こちらの API 管理を担うですね、Red Hat の製品が Red Hat Integration と Red Hat Single Sign-On です。Red Hat Integration はですね、API 管理やデータ統合などのですね、まあインテグレーションに必要な機能をまとめたミドルウェア、Red Hat Single Sign-On はまあ認証を担うようなミドルウェア。 でまたですね、RedHat インテグレーションの中に含まれる r e d h a t リースケール API マネージメント m e n t と RedHatFuse がですね特に API 管理の主な機能を担うようなものになっております。それぞれのですね構成製品を簡単に紹介させていただきます。最もですね主要な機能を提供するのが 3スケールレッドハット3スケール API マネージメントになっておりますこちらはですねいわゆる昔からあるですね API 管理のソフトウェアのレッドハット版でして、まあ、API 管理 API エコノミー実現のためのですね、まあ、先ほど紹介したような API 管理の多くの機能を提供しております、まあ、セキュアに API をセキュアに公開するところはレッドハット SSO と連携してです、ね、オース2.0に対応し また API ゲートウェイもです、ねえー、備えております。まあ、そして既存システムとの連携はです、ね、次に紹介する f u e また API 開発を呼び込むポータル機能、えー、そしてです、ね、管理者ポータル、えーそしえー、また OpenShift の上にです、ね、API 管理をハイブリッドクラウドで実現できると、そういったような、えー、機能を有しております。えー、次に r e d h a t f u e です。 レッドハットフューズはですねさまざまな機能やサービスをつなぐソフトウェアでしてこちらにあるようなですねデータプロトコル変換こういったものがあることによってですねレガシーなものをですね REST API に簡単に変換できたりでありますとかその他ですねメッセージ級とかウェブサービスフレームワークとかそういったような機能も持っております。 次の3つ目の製品が RedHat SSO、RedHat シングルサインオンです。こちらはですね、RedHat さんを中心に開発されているキー y ロ l クという ID 管理の OSS の商用版になっております。もともとはですね、ウェブシングルサインオンのために開発されたものなんですが、API の認証認可のサーバーの機能も提供しております。特徴といたしましてはこちらに囲んでおりますように、 標準プロトコルサムルオープン ID コネクトにも対応しており LDAP とかアクティブディレクトリー既存の認証情報と連携した認証もできますまた外部のですねいわゆるソーシャルログイン GitHub とかです、ね、Twitter とかそういったところと連携したソーシャルログインにも対応しておりますしまたこちらベースは OSS のキークロークなのですが、まあ、商用版としてですね、えー、ちゃんときちんとサポートサービス、えー や脆弱性情報発信パッチ提供がなされているといったものになっておりますこちらはですね本日紹介する製品群のセキュリティの要をなすものになっております日立はですねこの API 分野におきましてこれらのベースになっている OSS のですね、コミュニティ貢献 OSS のですね、選定でありますとか OSS に発展するへの寄与としてパッチ開発そういったものを通じてですね技術を蓄積しましてまたですねそのコミュニティにいるレッドハットさんのエンジニアともですねえまあ密な関係を築いておりますでこれらをベースにしてですね OSS のサポートサービスプロフェッショナルサービスをですね提供しておりますまあここでもですねコミュニティ貢献を培った技術とレッドハットさんとの強固な連携をベースにしております まあそしてそれらの OSS のサービスをですねお客様のビジネスで活用まあ具体的にはシステムインテグレーションでありますとか API 管理のソリューション提供そういったものを提供しておりますでそこで得られたフィードバックをさらにコミュニティ貢献に生かすといったような循環をなしておりますではこちらのですね我々のですねノウハウを生かしたですね API 管理の 構築事例を紹介させていただきます。はい、こちらの事例なのですが。まあ、えっ、ー、とですね、ある、金融機関のお客様の事例をベースにしております。こちらのお客様はですね、すでに A. P. I. を活用し、たシステムを構築しておりましたが。既存のですね、A. P. I. 管理基盤を刷新しまして。えっ、ー、と、オープンシ t トコンテナプラットフォームの上にですね。レッドハットインテグレーションを用いて。 新たたなな API 基盤を構築した事例となっておりますこちらの金融機関さんはですね複数のグループ会社や部署から成り立っていてそれぞれ個別にシステム構築基盤構築をしていてです、ね、二重投資で効率が悪かったとまたですねシステム開発もです、ね、同時にですね開発スピードも落ちるといったようなことも起こっておりました。今回の目的としましまてはです、ね グループ各社や各部署で,です、ね、共通で利用できる API 管理基盤を構築してです、ね、システムの投資の最適化とです、ね、システム間連携の最適化というものを狙ったものになっております。また基盤部分はです、ね、AWS に移行されております。こちら製品採用の経緯となります。先ほど申しし上げましたようににすで他社の API 基盤製品を導入済みでございました。しかしですね、えっと、API 管理製品のですね、いろいろ問題を抱えておりまして、そこでですね、お客様側でですね、別製品への移行を検討しましてですね、RedHat インテグレーションを軸としたですね、API 管理基盤への移行を決められております。採用のポイントといたしましては、RedHat インテグレーションこちらはですね、 先ほどもですね紹介しましたように API 管理に必要な機能をですね豊富に備えております。またですね、RedHatSSO とですね組み合わせてですね金融分野で求められる最新の API セキュリティ企画、具体的にはですね、ファイナンシャルグレード API、略して FAPI、こちらに準拠できるというところがございます。そしてでですすねねなぜと 日立が構築,弁構築支援としてですね選ばれたかといいますとこちら OSS のコミュニティで先ほどの製品のベースとなる3スケールやキークロークの開発にもですね加わっており製品の知見と適用経験が豊富であるというところがございましたではですね具体的にですね API 管理基盤の構築の際のですね えっとまあ技術面の課題をどのように解決していたかというところをご紹介させていただきます。まあ大きくこちらに示したような三つの課題がございました。まあそれぞれ紹介していきます。まずはですね一つ目の課題としましてベースとなるですねオープンシフトのコンテナ基盤のクラスタ構成のですね構築というところにありました。まあ今回ですね。 AWS の上にですね構築しておりましてまた24時間365日のサービス継続が要件となってございましたオープンシフトにはですねこちらにございますようにレッドハットエンタープライズリナックスコア OS の上にですねマスターノードインフラストラクチャーノードワーカーノードという形でですね、まあ、クラスターを構築していきますこちら構築する際のです、ね、懸念点といたしまして 単一のクラスターではですねアップデート時に問題があると止まってしまうんじゃないかという懸念がございましたしまたこちらで重要になってくるエトセディという大事なデーモンがあるんですがこちらのバックアップやリストアの手順がですね整っていないという課題がございましたはいこちらにですね支援したポイントを示しております。 まずですねクラスターのアップデートの課題になります。OpenShiftV4 のです、ね、公式ドキュメントにはですねローリングアップデートのみが提供されておりますがこちらですねアップデート中にトラブルがあった場合ですねクラスターが停止してしまうという懸念がございました。このようなです、ね、クラスター停止をです、ね、防止したいという要件がございましたので。 えっと、日立の方で、えー、ブルーグリーンのです、ね、クラスターの2面構成のアップデート方式をですね独自に、えー、検証しまして手順化してございます。で2つ目にですねクラスターのバックアップリストアというところで e、えっと s デ d というです、ね、クラスター内の大事な情報が詰まったデータストア、えー、こちらのですねバックアップとリストアがですね公式マニュアルの通りにやってもなかなかうまくいかないというところがございました。 こちら公式マニュアルの内容を精査しまして、記載不足の点を確認しましてですね、その不足している点をですね検証して手順を再整理することで、無事にバックアップすることができるようになりました。こちらがですね最終的な構成になっております。えー、っとですね、OpenShift のクラスターをですね、ブルーとグリーンの2面用意して、 しましてまたですね、エトセディについてもバックアップ手順を整理したという形になってございます。はいでは次にですね、えー、2つ目の課題に参ります。こちらはですね、オープンシフトの上の上のですね、えーまあ、API 管理の部分の課題になってきます。はい、えーっとですね、バックエンド、API 管理の裏にですね、バックエンドのですね、 API がいくつもです、ね、用意されておりますでこちらのです、ね、バックエンド側で,です、ねまあ、よくあることなんですけど、まあ、一度作ってしまうとです、ねまあ、今回バックエンドは OpenShift、ね、の外に作っておりますので、まあ、なかなかです、ね、機能違反ンンしようにしても,にしてもインターフェースが変えにくいでありますとかまた全てのアプリを満足させる API を提供するというのは難しいというところになっております。この全てのアプリから見ますとです、ね えーまあ、こちらフロントエンドになりますが、えーまあ、よくあるのがです、ね、API の引数がです、ね、複雑で呼びづらいでありますとか、まあ、ある業務をするためにです、ね、複数の API を呼ばなきゃいけなくてです、ねえーまあ、こちらのフロントエンドからするとまあ開発がが大変だとということがよく言われますでもう一つの課題がです、ねえー、と内部連携と外部連携の共存というところになります。 まあ、API ゲートウェイを一、ねまあ、つしか置かない構成になりますとです、ね、す、ま、べ、あ、てのトラフィックがです、ねまあ、こちらのゲートウェイに集中するだけじゃなくてです、ね、まあ、内部のゲ、えー、API もです、ね、こちらの API ゲートウェイを通ってしまうので、外部に見えてしまうという懸念がございました。こちらのです、ね、これらの課題点をです、ね、考慮しまして、 我々の方でですね採用したですね API 管理の構成はこちらの図のようになってございます。認証認可としては REDHATSSO を置きまして3スケールのですねに含まれる API ゲートウェイをですね外部用と内部用を置いてまたですね r e d h a t f u e をその間に置くというような形になっております。 はいこちらでどのように課題を解決しているかというところを見ていきます。はい、えー、とこちらがですね、まあ、呼び出しパターン1になります。えー、フロントエンドからですね API を呼び出すんですけどこの際ですね、えー、フューズこちらのフューズのですねマッシュアップとプロトコル変化の機能をうまく使いましてですねバックエンドの API をですねフロントから呼び出しやすいようにですね 変換しししてて呼び出しやすす。いいインターーフェースで見せると、そううったような形にしておりますこちらフロントからですね、まあ、呼びやすい形の API が見えてまして呼び出しますと。でですね3スケールの外部ゲートウェイの方でアクセストークのチェックというのをですねレッドハット SSO と行ってですねこちらでセキュアな状態にした上で後ろのフューズに通します。でフューズでですね、まあ、API をばらしまして後ろのですねバックエンドの API を改めて呼び出すとそういったような形になっております二つ目の呼び出しパターンですがこちらはですね Fuse だけで完結してしまう API もあるので Fuse 側でのみで処理を行って API を返すといったものになっておりますこちらはですね後ろが呼ばれませんのでバックエンドの負荷も軽減ができると というような形になっておりますと次がですね、えーま、はい、えーま、課題の3に対応したものになるんですけど、えー、3スケールのですね大きな特徴といたしまして、えー、ま API ゲートウェイをですね、えーま、何個でもどこにでも置けるという特徴がございます3スケール以外の製品ですとこちらの API ゲートウェイを置ける場所にですね制約があったりとか するるる場合もあるのでまこちらですね内部ゲートウェイというものを置きましてこちら内部ゲートウェイはですねこのバックエンド関連系に使いましてですねこうすることによってですね外からですね API が見えないといったような形になりますはい。 ではですね次にですねコミュニティへのアップストリームの事例を紹介いたします弊社の強みといたしましてコミュニティとのコミュニティとのですね強固な関係を持っているというところはございますがそちらの事例となります今回の事例ではですねレッドハット SSO のベースとなる OSS のキークロークがですねファピーに準拠しているというところがですね そもそも製品が選ばれた重要なポイントの一つとなっておりますこちらのファピーなんですけどオープン ID ファンデーションというところによって定められる企画になっておりましてオープン ID ファンデーションがですねサーティフィケーションのプログラムというまあ、認定プログラムをですね提供しているんですけどまだキークロックとレッドテ発展清掃は取得していないというところがございましたでまたですねこちらのファピー自身もですね発展していてですね どどんどん新しいいい企画が出てきてきるというとうころはございます、はい、こういったです、ね、動きに対応するためにですね弊社のです、ね、メンバーが中心になりましてキークロックのコミュニティの中に FAPI-SIG というです、ね、グループを立ち上げまして弊社のです、ね、メンバーが技術リーダーに就任してです、ね、こちらのです、ね、キークロックコミュニティの下にあるリポジトリで活動しております。 機能面ではですねすでに FAPI のサーティフィケーションに必要なパッチは一通り開発してですね取り込みは終わっております大きな機能面では p、IX、i シー、ホールダーオブキー署名アルゴリズムの強化などそういったものはですねだいぶ前からもうすでに取り込まれておりまして最近ではですねその FAPI の細かいところに対応するための設定フレームワークなどを取り込んでおりますまた FAPI に関連する新しい企画の芝についてもですね コミュニティメンバーと分担してですね、今、順調に実装が進んでいるというところになっております。また、国内顧客からのご要望についてもですね、パッチ投稿をいろいろと行っておりまして、パスワードレス認証の標準である Web オうスンでありますとか、またですね、API 用、認可サーバー用途に使うとですね、いろいろ使い勝手があまりよろしくないところがあったので、具体的にはですね、執行設定の 周りりりのポリシーがやりづらいとところでありますとか、まあ、インターフェースがですねちょっと標準と違ってたところがあったのでそこの標準対応またですね細かなバグフィックスそういったものに対応しております。でまた、えー、こちらのパッチ投稿だけではなくてですねシンクイットさんの、えー、というメディアにですねキークロークを使った API セキュリティ加工についても連載を行っております。 えっとコミュニティへのアップストリーム、えー、二つ目がですね3ス,スケールの機能エンハンスというところになります。3ス,スケールはですね、まあ、だいぶ前からある製品でしてだったんですけど金融分野にですね API 管理が使われ始めたというのはですね結構最近のことでして金融顧客にですね3ス,スケールを適用するにあたってですねさまざまなです、ね、カスタマイズが当初は必要になっておりました。 でカスタマイズをですね、毎度やってるとですね、まあ、将来にわたっても大変ですので、将来のカスタマイズをですね、不要にできるようにですね、様々な機能を3スケールのコミュニティにですね、アップストリームをかけております。こちらの下にですね、いくつか例を示しております。例えばですね、アクセストークンのチェックにですね、当初、 いろいろとですねカスタマイズが必要だったんですけどこちらのカスタマイズを不要とするですねトークンイントロスペクションポリシーというものを取り組んだりでありますとかバックエンドを保護するためのですね流量の制御が不足しているとそういった同時接続数秒単位の流量制御といったような細かな制御を行えるですねレートリミットポリシーというものを投稿しております。 こちら2つの機能についてはですね、すでに3スケールの商用版にも取り込まれておりまして、今や主要機能となっております。また最近ですね、取り込まれた機能としましては、プロキシープロトコルというものがございまして、こちらがないとですね、アクセス元の Web サーバーの判別が難しいというのがあったんですけど、こちらに対応するですね、プロキシープロトコルポリシーというものをですね、コミュニティにアップストリームしておりまして、 コミュニティには取り込みが終わってですね製品もですね、えー、とおそらく最新版には取り込まれているかと思いますはい、えー、とまとめとなりますが本セッションではですねオープンシフトですとその上のミドルであるレッドアウトインテグレーションを活用した API 基盤の構築の事例について紹介しました、まあ、日立はですねコミュニティ貢献で培ったですね レッドハット製品のですね深い知,、えー、知,知見とですね豊富な構築経験でですねレッドハット衛生層を用いたですね API 認証認可というそういったセキュリティのご相談からですねオープンシフトの上のですね本格的なですね API 管理の企画から構築運用までも支援しておりますオープンシフト上にですね API 管理を構築したい場合は是非お声がけいただければと思います はい、最後にですねちょっと弊社のですねコズミネクサスというですね金融系をはじめですね多くのミッションクリティカルな業務システムでご利用頂い,いているですね AP サーバーの製品があるのですがこの度、ですねレッドアットさんの Kubernetes オペレータープロジェクトの対応を表明いたしました。 まあ弊社もですね、今後えまあえーオープンシフトの上のですねオペレーター対応というのもどんどん進めていこうと考えております。またですね、本日のですねこのイベントの後にあるコミュニオープンシフトのコミュニティイベントのオープンシフトランの方でもですね、弊社の方からですねクオカスの上のキークロックというですね最新の技術検証の結果についてもご報告させていただきますので、そちらのイベントの方もですね。 合わせてお願いできればと思います。はい、私の方からは以上となります。ご静聴ありがとうございました。